立てたので、はい、手を立ててました。イエーイ、こんにちは。ねえ、ちょっと聞いていい？はい。あ、なんか聞いてほしいことがある。なんかさ、はい、なんだっけ、四国、はい、音楽祭の時に、あ、はい、なんかアンナが可愛いココアさんみたいな言おうとして、はい、でココアって言った時に誰かに呼ばれて可愛いココアみたいな、初めてアンナにあ、呼び出されたのかみたいな感じで思ってドキドキしたことがある、はい、っていうのをちょっとアンナファンの人に報告、報告、ぴょん、ココアさん、やーほー、ココアです。やっぱり月曜日でココアちゃんのエムステディッシュ話題になってたよ。え、開封したんよ。はい、したしてないです。持ってる？持ってる。私も宝物みたいに持ってたよ。はい、はい、開け、どうでした？ショックショックでもショック、でも、あの、なんていうん、その普通になんかそのなんていうん、開けるより思い出残るじゃん。あー、確かに。なんかそっちの方が良かったのかなと思ったりもするけど、それがなんか置いとるんよ。うん、ご自由にお使いくださいって感じで。はい、どこに置いてるんですか？え、なんかそのみんながラジオ撮るとか。あー、あの、そう、いろんな人が、さんまさんも、やばいよね。いや、逆に置いてていいのかなと思ったけど、置いて、あの、さんまさんのとこ、さんまさんじゃないわ、あのスタジオに置いて、うん、ご自由にお使いくださいって書いて、うん、すごい、はい、すごい。いや、めっちゃ面白かった今の回。え、残ってないんかな、もう、もう残ってないんかな。残ってます。残ってないよね。箱捨てられたらやばいけ、あの、なくなる前に入れ替える、うん、確かに、うん、確かに確かに、捨てられる前に入れ替える。え、開ける予定ある？え、今はまだないんですけど、ね、うん、何、ちょっと気持ちが落ち着いたら開けようって思ってます。え、なんで？え、だってもうティッシュじゃないですか。あ、もう消費として、え、消耗品としてって思います。え、使った瞬間もう消耗品です。もうだってでもすごい、なんか、なんか大事な時にしか使わないティッシュ。じゃ、いつな、誕生日とか嬉し涙みたいないやさ、そ、泣いとるうちにビリビリビリ、それでまた悲しいから。なんか確かに嬉し涙、泣いてる間にもう乾く、うん、乾く、そうよ、乾く。よかった。え、月曜日メンバーが鼻かんでた、泣く。いや、いいよいいよいいんだけど、だって磯田さんが開けてくれたんだけど、そのおかげでめっちゃ触り心地いいことを知れた、ね、めっちゃ肌心地いい。じゃあ大事な時に話せればみたいな、鼻ふんでるみたいな感じの触り心地、やばい。でもあんなにね、うん、あっけなく開くんやって思った。なんかあの袋自体がもう愛着みたいなありますもん。え、あるよね、あの形、うん、あの、はい、3個セットのあの形、うんうんうん、だって M ステの時のあの部屋一緒だったもんね。あ、一緒でした。うんうん、大丈夫でした。パチンになったの？悩みました。大丈夫なの？まあ電波がちょっと悪かったんですかね、うんうん、今日はどっちから育ったの？だってどっちから流れ、流れ、何ちゃいてる？あ、あ、大丈夫よ。あず、あずいます、そんな感じよね。そんな感じですいつもなんかね、うん、そんな感じです。うん、うん、二人合わせて、二人合わせてピー、ここさっきコメントでここピーって来てね来てるの、ここピーよりピーここやな。ピーここ
かわいい。いやココピーもいいな。なんかココピーだったらここはプロデューサーって感じする。あ確かにココピー確かに、うん、なんかプロデュースした時にココピーって呼ばれたい夢無理全くそんな予定ないけど。じゃあピーここにしましょう。ピーここで。ピーここ。むずいね。でアンのって他にある？アン。アン。アンここ。ここアン。ここアンここ？アンここ。アンココアアンアンココココアンナ。おお。ココアンナ。でもユミココアみたいな感じ。なんかちょっと何言ってもなんかユミ、うん、なんかピーココよくない？ピーココ。ピーココいいですね。うん。チーココでもいい。あチー。私の名前いこうな。チーココ。川又要素はないけどわかる多分。あわかる。うん、チーココでもいいよ。チーココ。可愛いチーココ。二人合わせてチーココです。チーココ。うん、チーカーまたのチーを取ってしまった最初聞いたらココアさんと誰だろうって、うん、なるなる。チーって名前チーココチーココです。ほんま誰やってなるかな。ねえカイコカンの語呂がいいって言われるんだけどさ、うん、カイコカンの語呂がいいってめっちゃ言われるんだけど、うん、語呂いい。川又アンナもかこれよくない？いいですか？なんか名前に運がある人ってなんかめっちゃ印象残る。へえ。あとおらんじゃん。おる？メンバーですか？うん。おる？リンコ。あ、リンコ。ああ確かに。うん残るじゃん。残ります確かに。リンコアンナ。三三三三はない。ヤンヤンリッセン。うんほらうーん確かに確かに。うんがあったらなんかアクセントになる。確かになる。うん、やえどんな名前が良かった自分。え私は、うん、でもクリスティーナとかでもなんか似合うと思う。え本当ですか。クリスティーナちょっとわかるよね。クリスティーナの顔ですよね。アンナってクリスティーナ誰やった顔がクリスティーナの顔してる。私あれが良かったんですよ、うん、上から読んでも下から読んでも同じの。あ武藤トムさん的なとかあの成立する名前なんかユミちゃんだったらミユちゃんみたいになるじゃないですか。あえどういうこと反対から読んで成立。でも、うん、名前がちゃんと私だったらアンナナナちゃんっていないじゃないですか。あここちゃんもらい。それが嫌だったんですよ。なんて悲しい悲しいだから悲しい、うん、反対から読んでも成立する名前が良くて、うんうん、ちょっと一時期悩んでた時期あります小学校の時に。悩まんといてほしい。ちょっと私はななちゃんやけんちょっとなって思ってました。あいや違う私あここちゃんやあここちゃんあここイカあここおーイカ名前イカよあここイカクリスチーカワンナクリスチーカワンナもうおもろい。なんだろう。じゃあ何がよかった。それに該当するのなくない割とゆいちゃんもイユちゃんやし確かにさくらちゃんもラクサちゃんやラクサちゃんちょっとラクサでいいラクサ嫌だ成立するけど嫌だ。誰が成立するかんなアミちゃんミヤちゃんなんかもうアミちゃんいいアミちゃんいいやナナならどっちもナナだって確かに確かに確かにいいねナナカイコ、あ、うん、川又アンナ、ナンア、玉若。おお、すごい。玉若。ナンア玉若。玉若。なんか平安時代に出てきそう。玉若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 やばいね。でも川又っていいな。ねえ、本当ですか。
川端毛流。あ、います。それは何？川またで書いてバタっていう。いや、畑みたいな。あー、そっか、違うんか。それはまた何？めっちゃあれ分かんないですよ。放送とかで先輩にいたんですよ、川端さんっていう人が、うん、もう放送でその人呼ばれたら自分やと思っちゃいます。そうよね、見分けが全然分かんない。そうよね、はい、川端さん、うん、川又さん。じゃあ行くよ。はい、川又さん。これは川又さん。正解。ちょっともう一回。ちょっとめっちゃはっきりだった気がした。待って待って、思ったより、はい、川又さん。自分でも分からない。自分でもどっちだったか分からん今。自分でも今どっち言ったんか分からん。どっちだったんだろう今。どっちかって言ったら またまた。どっちかって言ったら川又さんの方が。むずいむずい。ダメじゃこれは。この遊びはね、成立せんわ。ダメだった。自分でもどっち言ったか分からん。おもろいわ。滑舌の問題やってきてます。ええー、そうなんですか。え、じゃあ絶対マタとバタ分かるもん、私だったら。川又さん、これよ。川端さん、あー分かりやすい。川端さん、あ、今意識してる、言ってみて。川端さん、川端よ。川又さん、顔もたる。いつも違えるんじゃん。え、でもめっちゃなんか意識してないって言ってですかね。え、川又さんじゃない。川又さん、川又さんって呼ばれることあるでしょ。あるかもしれないです。え、川又さん、あ、あります。んない。あります。川又より、はい、正式は、はい、正式とかあるの分かんない。正式とかあるの？正式は分かんない。発音に正式とかあるのか分からんけど。うーん、滑舌いい？悪いよね。私は悪いんだけど。え、本当ですか？え、悪くない。なんかスラスラ言える言葉と言えん言葉がある。あ、言えん言葉もあるし、その時のテンションにもよる。へえ。なんかね、なんでそういう言葉をスラスラ言えたんって言われることもあるし、あ、めっちゃ噛む、うん、何が苦手ですか？え、なんなんじゃろ。変な、言い慣れてない言葉。あ、みんなそうやね。あ、そうです、ね、言い慣れてない言葉がありすぎたの。え、でもココアさんそんなイメージなかったです。ほんまに？はい。だって私がみ、なんか、うん、え、私の真似してみて、喋り方。喋り方、真似。でも入った、もう今、はい。やみ方真似、ね、やみ方真似、ね、いや、私人の真似ができないんですよ、うん、あ、そうなん。私もできんか、うん、野球選手の真似しかできん。あ、今日は NHK さんでやってきた。あ、何しました？菊池選手、わかる？前ユニフォーム貸した選手。あ、だけど、あ、違う人だわ。私は来とったかな。ああ、なるほど。だけど、はい、あの NHK さんの、うん、あのモノマネする時の空気ってめっちゃやりやすくて、初めてのモノマネはちょっと思い切った感じの NHK さんでやった方がいいと思う。なるほど、学び。もう絶対拍手してくれるし、何やってんのこの人みたいな空気ゼロ。おお、素晴らしい、いい空間。中学生かと思った。アンナが二人ともじゃないですか。でも私はまだ何、中学生、お姉さん。え、なんなんかな、うん、今特にじゃない、なんかこの顔特にこの感じ。アンナ何歳だったっけ？19です。ああ、今年20だ。成人です。やば。20歳。まあ、意味わかんないです。何を？なんか20歳になるなんて思ってなかったです。早いよね、はい、7歳って早くなかった？早かったです、めっちゃ。そうよね、なんかこんなすぐに20歳を。わかる。え、ですよね、うん、めっちゃ早かった。私も7に入って人生が、人生の速度が変わった。え、わかります。やばい、
気づいたら、うん、なんか最近の生誕だと思ってたら、うん、2年前の生誕だったりします。思いついた生誕が、生誕はなかったんですけど。あ、そっか、初めての生誕いつ？去年なんですけど、うん、でも誕生日、去年の誕生日付近のやつが生誕祭かなって思っちゃうぐらい、なんか時間感覚が分かんないです。なるほどね、うん、時間感覚狂うよね、うん、お酒が飲める年齢よ。そうなんですよ。え、私どうなると思う？え、陽気になりそう。もっと、え、もっと、え、手に負えんやん、もうえ、陽気ってどうなの？あーみたいな。え、でも分かんないです。なんか酔った人あんま見たことない。私も自分が酔った姿分からんですよね、うん、親もあんまりあれだけど。あ、そうなの。え、父さんとかどうなるの？え、そんな、なんかめっちゃ飲むっていうほどじゃないと思う。私も家で飲まんのよ、父さん。そうですよね。赤くなるしって言うの？私は絶対赤くなります、断言せんででもなりそう。え、そうですよね、うん、恥ずかしくなった時もね、赤くなるけどね、うん、昨日その話したよね。あと、そう、なんか最近もみほりんとももちゃんと、うん、その話をして、うん、アンナは赤くなりそうって言われました。アンピお酒飲んだら泣いてそうだえ、な、アンナがそう、なんか泣きながらなんかこう本音をこうトロする姿を別に見てみたい。え、どうしよう、なんか急になんか切れ始めて、なんかもうあいつさマジでさなんかいやもうほんまにさなんかいや、いつもだったら言わんけどみたいなこと言い出したなんか急にアンナがそんなこと出したらめっちゃちょっとはっ、アンナも溜め込んどんやなって受け止めるよ。でもでもももちゃんにも言われた、なんかなんでなんかなんかいつもなんなんかあれ、うん、いつも何も言わ、うん、何も言わないというか、うん、そういうことを言わないから、お酒飲んだらなんか泣いたりとか、うん、ちょっと行ったりしそうって、そうよね、やりました溜め込んでるのをね発散しそう。ほらそれめっちゃ見てみたいだって、やばい、面白いよ。いやマジでさ、ココアさんさいや、いつもだったらね年下なのは分かるけどね、ちょっと生意気じゃねみたいな感じでさ次会った時態度変わってるかもしれないやだ、確かに人生の先輩やしなみたいな感じになるかもしれない。その1年しか変わらない1年変わるけ、大事。私も確かに。できた、あ、お米が炊けた、お米が炊けた。こんばんは皆さん、それじゃあここら辺で配信を終了するぞぞ。何だから読むランキング、あ、わかりました、うん、でも13位川瀬トールさん、12位ウェイさん、11位フラストフラーさん、10位マルさん、9位コウジさん、8位サンジュテイさん、7位ゴギザリーさん、6位コウヘイさん、言えたよゴギザリーさんみたいに、ゴギザリーさん5位ゾンさん4位神アツシさん、3位オカピさん、2位ドグラスさん、1位しおりんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ビビ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 、あ、それ判定しようかな。あ、じゃあ読みますね、はい、いきます。ルルルルルルルン、13位ゆうさん、12位もやたろうさん、11位ベリーヤングさん、10位ラームさん、9位ゾウさん、8位アリくんさん、7位つじちゃんさん、6位ゆゆゆさん、5位エリックさん、4位黒みつきなこさん、3位のっしーさん、2位10月からスチューデンツ、え、10月からスチューデンさん、え、スチューデンてんてんてんさん、1位ステックさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。ちーこと、ちーここでした。ちーここでしたバイバーイ、バイバーイ、またねまたね。